こんにちは。テンバーアカデミーフ秀リヒデオです。今日はオーストラリアアマゾンのね、物販開始情報。4月の26日のニュースで,ですね、クイーンズランド議会はモートンベイにアマゾン倉庫を誘致することを決定したと。ね、最初の倉庫をモートンベイに作りましょうというのをね、誘致するのを議会に決定したというニュースです。このモートンベイというのは、 えー、ブリスベンの北、南にゴールドコーストありますけど、えー、ブリスベンの北ですね、ブリスベンとサンシャインコーストの間にある地域です。まあ、ここに、まあ、すでにね、イケアとかコストコとかあるんで、えー、アマゾンも n も倉庫を作ってね、まずはここからスタートしてくださいというような、えー、話をアマゾンにお願いしに行くというのをね、閣議決定したと。まあ、なんかかかね、えーまあ、税金の優遇とかなんかを するかまあ、なんかそういう条件を決めたんでしょうね。でま、amazon まあ Am、まあ、以前はね、えー、このシドニーの西？西ね、ここに倉庫をえー、作ってるとね。この倉庫は amazon 用の倉庫だというのをね、えー、ニュースでお伝えしている記事を、えー、お知らせしたんですけど、えー、ブリスベンとシドニーとメルブロン。に えー、ハイテクの、えー、物流倉庫を物色中と、まあ、物色中っていうかね、もうすでにこう候補とか作ってたりするんでしょうけど、でどうもこの、えー、クイーンズランドでね、最初にって言ってるってことは、おそらくいっぺんにね、えー、全土で始めるんじゃなくて、初めにシドニーかブリスベンかメルボルンか分かりませんけど、そのうちどこかでね、えー、テスト販売、 開始すると何しろね今回アマゾンは一度に今まで他の国ではやったことないんですけど一度にねアマゾンフレッシュももうあの野菜も果物も本もレコードも、えー、全てをね一度にスタートするというようなね、えー、まあ憶測というかがありますんで、まあ、それを全部ねいくらまあ人口はね3000万人しかいないと言ってもまあ広大な。 土地なんで、いっぺんにやるのはちょっとね、やっぱりリスクがあるんで、テストで開始するのかなという感じですね。でちなみに、まあ、オーストラリアで一番大きいのはシドニー、2番目メルボルンと、で3番目、ね、ブリスベンなんですけど、まあ、普通に行くとね、一番でかいところでいきなりテストってしないでしょうから、もしテストをするならですね、確かにブリスベンなのかなと。ねそう考えると、この。 えー、最初の誘致をして閣議決定をしたと。まあ、要は、えー、ある程度そういう打診があって、まあ、アマゾンの要求するね、えー、何年間法人税無税なのか何だか分かりませんけど、まあ、そういう情報、状況を飲もうというのをね、決めたということなのかなという気がします。まあ、いよいよそんなわけで、まあ、アマゾンの進出もね、えー、どんどん具体的になってきたわけなんですけど、まあ、何しろオーストラリアはね、えー、住んでて思いましたけど、 物がない。ね。えー、ろくなものがないと。ね。中国製の要は粗悪品がそのまま、えー、日本の3倍、5倍の値段で売ってると。だからね、日本のものを、その辺に手に入るものを送れば、まあ、まず、えー、儲かることはほぼ確実なんで、非常に楽しみです。で、いつ始まるかね、始ま,始まって参加するためにはどんな、えー、準備をすればいいのか。その辺の情報は、えー、この無料セミナーで公開してきますんで、 この無料セミナーをクリックしてですね、えー、お名前とメールアドレスを、えー、記入して登録してください。えー、無料セミナーは無料です。アマゾンのね、えー、どういう商品を扱うと思かるかとか、あるいはね、アマゾンオーストラリアのこういう進出情報なんかを配信していきます。ご登録お待ちしてます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。